確か。やっぱり大きいわね。ベルテ橋の倍くらいはありそう。この橋が作られたのは40年ほど前のことだそうです。それまでは渡し船を使って両岸を行き来してたんですって。え、どうして橋を作らなかったの？このルビーヌ川は海と湖を結ぶ唯一の川だからね。湖畔にある王都に向かう船が通れないと困るからじゃないかな。はい、ご明察です。50年前の動力な、しかし羽ば今からよだね。なんか大きな建物が。ここは倉庫区画ですね。外国から運ばれた荷などが保管されているんです。でも少し飛行船が普及してから水の上に浮かぶだけの船は少なくなりましたから、昔と比べると荷下ろしの量も減ってしまったそうです。そうなん。使われていない倉庫も。どうしてこんな場所に若い女の子たちが。やいやい、ここは立ち入り禁止だ。てめえらみたいなガキどもが入っていい場所じゃねえんだよ。いや別に。だからでお兄さん。じゃなくてとっととむ。これはそっとしておいてあげた方が。待ちな、嬢ちゃんたち。え、あ、おっと、こりゃ確かに当たりみたいだな。ふん、珍しく女の声が聞こえてきたかと思えば。あの、何かご用でしょうか？さっきから心をぶらついてるからさ、暇なんだったら俺たちと遊ばないかなって。え、あの、何よ、今時ナンパ？悪いけど私たちルーアン見物の最中なの。他を当たってくれない？お、その強気な態度、俺ちょっとタイプかも。え、見物がしたいんだったら俺たちが案内してやろうじゃねえか。そんな生白い小僧なんか放っといて俺たちと楽しもうぜ。ちょっと何が生白い小僧よ。あんたたちみたいなど素人束になってもヨシアには。いいよエステル、別に気にしてないから。君が怒っても仕方ないだろ。でも何この僕、余裕かましてくれてんじゃん。ムカつくガキだぜ、冗談二人とイチャつきやがって。世間の厳しさってやつを教えてやる必要がありそうだね。ちょっとやめてください。僕の態度が気に入らなかったら謝りますけど、彼女たちに手を出したら手加減しませんよ。
なんだこいつ。ハッタリだハッタリ。女の前でカッコつけたくなる気持ちもわかるけどな、あんまり無理をしすぎると大怪我をすることになるぜ。お前たち何をしているんだ。うるせえ奴が来やがったな。お前たちは懲りもせずまた騒動を起こしたりして、いい歳をして恥ずかしいとは思わないのか。うるせえてめえの知ったことかよ。市長の腰巾着が。なんだと。おや、読んだかね。誰も。誰なのかな。すごく威厳ありそうな人だけど。ルーアン市長のダルモア氏です。お若い方は秘書をされているギルバートさんといったかしら。このルーアンは自由と伝統の町だ。君たちの服装や言動についてとやかく文句を言うつもりはない。しかし他人に、しかも旅行客に迷惑をかけるというなら話は別だ。うるせえや、この貴族崩れの金満市長が。てめえに説教される覚えはねえ。無礼な口を聞くんじゃない。いい加減にしないとまた遊撃士協会に通報するぞ。何かというと遊撃士かよ。ちった自分の力で何とかするつもりはないわけ。たとえ通報されたとしても奴らが来るまで時間がある。とりあえず人暴れしてからトンズラしたっていいんだぜ。悪いんだけど通報、あんたたち。それは遊撃士のバッジ。じゃあこっちの小僧も。そういうことになりますね。どうすんだ。まさかこんなガキどもが遊撃士なんて。なーに遊撃士バッツイこそ。今日のところは見逃して。今度会った。なんていうかめちゃめちゃ陳腐な捨て台詞ね。まああいうのがお約束。すまなかったね君たち、町の者が迷惑をかけてしまった。申し遅れたが、私はルーアン市の市長を務めているダルモアという。こちらは私の市長を務めてくれているギルバート君だ。よろしく。君たちは遊撃士だそうだね。あ、ロレント地方から来た遊撃士のエステルって。同じくヨシアと言います。そういえば受付のジャン君が有望な新人が来るようなことを言っていた。ひょっとしてしばらく今君と、はい、ま、ところで、はい、お初にお目にかかります。そうか、コリンズ学園長とは懇意にさせてもらっているよ。そういえばギルバート君も王立学園の卒業生だったね。ええ、そうです。クローゼ君と言ったかい。君の噂はいろいろと聞いているよ。生徒会長のジル君と一緒に首席の座を争っているそうだね。優秀な後輩がいて僕も OB として鼻が高いよ。そんな、恐縮です。今度の学園祭は私も非常に楽しみにしている。どうか頑張ってくれたまえ。はい、精一杯頑張ります。うん、それじゃあ私たちはこれで失礼するよ。先ほどの連中が迷惑をかけたら私のところまで連絡してくれたまえ。ルーアン市長として然るべき対応をさせていただこう。
ダルン貴族はしかごめんなさい。君がただ総国いらっしゃい。遊撃士協会へようこそ。おや、クローゼ君じゃないか。こんにちは、ジャンさん。また学園長の頼みで魔獣退治の依頼に来たのかい。ああ、わかった。学園祭の時の警備の依頼かな。いえ、それはいずれ伺わせていただくと思うんですけど、今日はエステルさんたちに付き合わせてもらっている最中なんです。あれ、そういえば学園の生徒じゃなさそうだけど。待てよ、その紋章は。はじめまして、準遊撃士のエステルです。同じく準遊撃士のヨシュアです。ああ、君たちがエステル君とヨシュア君か。いやあ、ほんとよく来てくれた。ボース支部から連絡があって、今か今かと待ちかねていたんだ。そっか、ルグランジーさんちゃんと連絡してくれたんだ。感謝しなくちゃね。僕の名前はジャン、ルーアン支部の受付をしている。君たちの監督を含め、これからいろいろとサポートさせてもらうよ。二人ともよろしくな。うん、よろしくね、ジャン。よろしくお願いします。君たちにはいろいろと期待しているよ。なんといってもあの空賊事件を見事解決した。空賊事件ってあのボース地方で起きた？私リベール通信の最新号で読む。あれ、エステルさんたちが解決なさったんですか？まさか、手伝いをしただけだってば。実際に空賊を逮捕したのは王国軍の部隊だしね。謙遜することはない。ルグル、さす、さあ。それでは早速。うんうん、これで君たちもルーアン支部の所属というわけだ。いやー、この忙しい時期によくルーアンに来てくれたよ。もう逃がさないからね。なんか嫌な予感。先ほどから聞いてるとかなり人手不足みたいですね。何か事件でもあったんですか？事件というほどじゃないけどね。実は今王家の偉い人、もしかして女王様？まさか。王族の一人であるのは間違いなさそうだけどね。なんでもルーアン氏の視察にいらっしゃったんだとさ。人がいるんだ。でもそれがどうして人手不足につながっ。なんといっても王家の一員だ。万が一のことがあるといけないとダルモア市長がルーアン市街の警備を強化するよう依頼に来たんだよ。なるほど、先ほど2階で話し合っていた一件ですね。それにしても市街の警備ですか。まあ確かに港の方には跳ね返りの連中がいるからね。そちらの方に羽、なんだ、知っているのかい？実は。そうか、総国閣の奥に行ったのか。あそこは君たち市長、君たち。それじゃあ明日から早速。何かあったら僕たちに。ああ、そうだ、そろそろだと思いますよ。
いらっしゃいませ。今日は付き合わせても。黙れフィリップ、あそこは海が見えぬではないか。その点この海沿いのホテルは景観もいいし潮風も爽やかだ。バルコニーにも出られるし。なんだお前たちは、賊か？私の命を狙う賊なのか？何をいきなり土地狂ったこと言ってるのよ。おじさんたちこそ何者？勝手に部屋に入ってきたりして。おじさん呼ばわりするでない。まあよい。お前たちがこの部屋の利用客か？ここは私がルーアン滞在中のプライベートルームとして使用する。とっとと出ていく。はあ？言ってることが全然わからないんですけど、どうして私たちが部屋を出ていかなくちゃならないわけ？事情をお伺いしたいですね。これだから無知蒙昧な庶民は困るのだ。この私が誰だか。なんか変な。エステル、いくらなんでもそれは失礼だよ。個性的とか言ってあげな。なるほど、物はいいようね。まあよい。耳をかっぽじって聞くがよい。私の名前はデュナン・フォン・アウスレーゼ、リベール国主アリシア二世陛下の甥にして公爵位を授けられし者である。驚きのあまだが、これで分かっただ。これは申し遅れました。私、公爵閣下のお世話をさせていただいているフィリップと申す。閣下がお生まれになった時からお世話をさせていただいております。はあ。その私の名誉にかけてこちらにおわす方はデュナン公爵、正真正銘陛下のお遺言にあたられます。信じられないけど。そのおじさんはともかく、あの執事さんは本物だわ。そういえばジャンさんが言ってたね、ルーアンを視察に来ている。時期このような。ふざけないでよね、いくら王族だ。あ、いや、お嬢様方、どうかお待ちくださいませ。え、しばしお耳を拝借。失礼ながらお嬢様方にお願いしたき儀がございます。これで部屋をお譲りいただけませぬか。執事さん。何もそこまで。閣下は一度言い出したらてこでも動かないお方。それもこれも閣下をお育てした私めの不徳のいたすところ。どうかどうか。仕方ないか。あんまり執事さんを困らせるわけにもいかないし。部屋はお譲りします。ただそのミラは受け取れません。しかしそれでは。いいっていいって。私たちにはちょっと豪華す。あのおじさんのお守り、
本当にもいいっていいって、悪いのは全部あのわがまま公爵なんだ。ところで代わりの部屋はありま、普通の部屋で結構ですから。それがつい先ほど全ての部屋が満室になってしまい。げ、少し甘く見てたか。どうかご安心ください。他に泊まれる場所がないか責任を持って手配させよ。なんか困ってるみたいだな。エステル、ヨシュア、空賊アジトで会って以来だな。あ、ナイアル、こんばんは。意外な場所で会いますね。それこっちのセリフだぜ。お前さんたちもルーアンに来ていたとは思わなかった。それよりどうした？何かトラブルでもあったかよ。実は、相変わらず面白いことに巻き込まれてるじゃねえか。あのね、笑い、そういうことなら話は早い。俺の部屋に泊めてやるよ。え？ベッドに空きがあるからな。よ、フロントさん、それでも構わないだろ。もちろんですとも。そうして、よし、近い。おう、よく来たな。黒いものが多いのは元気な子が多い証拠かしら。さてと、そろそろ休みますか。エイドスよ、あの子たちに健やかなる明日を与えたまえ。何かしらこの音は、薪をくべる時のような。それにこの匂い、頭がガンガンしやがる。完璧な二日酔いね。そんなに強くないくせに飲みすぎたりするからよ。薬でも買ってきましょうか。いや、いい。それじゃ俺はこのまま取材に向かうとするぜ。そっか、昨日は止めてくれてありがとね。それとごちそう。まあ、せいぜい面白いネタをつかんだら教えてくれや。俺もしばらくはルーアンにたい。じゃあまたな。
ございます。この調子で次の依頼も頑張るわよ。この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。ランクアップだ。お疲れ様。何か依頼を達成したらまた報告。開発している同僚途中大あ、なくしちゃったのは。ああそうな、もし見つけたら、もしアイナ街道の周辺で僕のなくしたもしアイナ街道の周辺で動力銃を見つけたらここまで持ってきてくれよ。僕のなくした試作品かもしれないからね。ちょっと失礼、おじさんがハーグさん？ああ、あ、もし、うん、倉庫のか。これって店の人に1階にば、うん、そ、よね、お、一言、使い終わったら。
さん、ちょっといい？釣り竿を使い終わった。番だね、僕の番だね。戦闘終了、先に進もう。だね、任せて。行くよ。私の番ね。任せて。この。僕の番だね。うん。行くよ。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。あたしの番ね。こんなところでまだいける。これでどう？まだいける。これでどう？まずいな。
それ行くよ。私の番ね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。私の番ね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。そこ。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。行くよ。行くよ。私の番ね。僕の番だね。私の番ね。よーし、上出来。よーし、やったわ。行くよ。任せて。この調子で行く。そこ。僕の番だね。任せて。行くよ。任せて。僕の番だね。立て直さないと。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。そこ。行くよ。
行くよ。任せて。僕の番だね。任せて。僕の番だね。行くよ。任せて。僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。そこ、えい、そこ。行くよ。あたしの番ね。行くよ。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。行くよ。あたしの番ね。僕の番だね。任せて。行くよ。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。任せて。僕の番だね。あたしの番ね。
私の番ね。駆動。行くよ。はあ。私の番ね。僕の番だね。
僕の番だね。それ任せて。はあ、行くよ。それ任せて。はあ、僕の番だね。行くよ。それ私の番ね。僕の番だね。それ任せて。行くよ。それ行くよ。スイッ任せて。これでどう？僕の番だね。撤退を開始する。失礼させてもらうよ。僕の番だね。行くよ。私の番ね。行くよ。私の番ね。この調子で行くわよ。僕の番だね。行くよ。
僕の番だね。私の番ね。行くよ。行くよ。任せて。僕の番だね。立て直さないと。まずいな。まずいな。撤退を開始する。行くよ。行くわよ。行くよ。行くよ。行くよ。任せて。みんな立て直さないと。はっ、行くよ。はっ、戦闘終了。先に進もう。任せて。行くよ。任せて。僕の番だね。私の番ね。よーし、上出来。僕の番だね。アーツ駆動。私の番ね。僕の番だね。アーツ駆動。アーツ駆動。
はあ。僕の番だね。アーツ駆動。私の番ね。はあ。私の番ね。番だね。僕の番だね。直さないと。立て直さないと。まずいな。撤退を開始。失礼させてもらうよ。僕の番だね。任せて。
はあ。行くよ。アーツ。あたしの番ね。僕の番だね。アーツ。駆動。あたしの番ね。僕の番だね。まだいける。立て直さないと。立て直さないと。負けてたまるもんですか。一旦引くわ。じゃあね。アーツ、駆動。あたしの番ね。はあ。
の番だね。アーツ駆動。あたしの番ね。行くよ。無事逃げられたみたいだね。
僕の番だね。任せて。行くよ。立て直さないと。撤退を開始する。無事逃げられたみたいだね。直さないと。
行くよ。まずいな。撤退を開始。無事逃げられたみたいだね。行くよ。アーツ任せて。駆動。アーツ駆動。アーツ駆動。行くよ。
はあ、任せて。圧駆動。行くよ。番だね。僕の番だね。失礼させてもらうよ。駆動。行くよ。アーツ。駆動。圧駆動。僕の番だね。
駆動。行くよ。アーツ駆動。無事逃げられたみたいだね。アーツ駆動。だね、撤退を開始する。撤退を開始。失礼させてもらうよ。僕の番だね。Thank you.
僕の番だね。番だね。戦闘終了。先に進もう。番だね。あたしの番ね。
けてたまるもんですか。負けてたまるもんですか。負けてたまるもんですか。まだいける、まだいける。一旦引くわよ。僕の番だね。任せて。行くよ。任せて。僕の番だね。もしアイナ街道の周辺、この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。お疲れ様。何か依頼を。